はい、いつもご視聴ありがとうございます。進藤です。この YouTube ではですね、オーソドックスな洋服と、オーソドックスなアイテム、財布だったりいろんなものを紹介してるんですけれども、基本的には長く使えるということを前提に、もちろんこうファッション的に時代の雰囲気だったり空気感みたいなことも取り入れながら、長く愛用していただけるオーソドックスなものをご紹介するということでやらせていただいておりまして、自分の買ったものが長く使えるし、満足度っていうのもすごく上がると思うんですね。で、同じタイプのものだったりそういったものをずっと集めていくことによって、その人の個性っていうのが形成されていると思いますし、オーソドックスなものの間に少しちょっと癖のあるものをミックスしてあげたりすることで、よりこうスタイルの深みが広まったりするということもありまして、初心者の方からいろいろ洋服を着られた方まで対象にして発信しておりますので、そういったことをですね念頭においてご覧いただけるとですね、古い YouTube もまたですね新鮮な感じで聞こえると思いますので、ぜひですねこの YouTube 今後も見ていただきたいと思っております。私どもの取り扱うフィンジャックで、生地の一番上の品質、これは既製品の中で、もう本当に一番いい生地は何かと言われれば、今から紹介する生地ですし、この生地っていうのはほぼ今日本国内で流通しているアイテムはないと思います。その素材を今シーズンも、まだですねなんとか展開できる状態にあります。ヴィンテージの素材ですので、なくなったらもうできないんですけれども、まだ私ども持っておりますので、そちらの素材を紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。純粋に重毛として僕は最高峰に近いところにあるもの、これは日本でかなり景気がいい時代に織られた非常に贅沢な素材です。それは何かと答えたら、グアナコというですね南米でのみ生息している動物の毛を使ったファブリック、グアナコとカシミヤを混紡したファブリックなんですけれども、今シーズン展開するのは 70% カシミヤで 30% グアナコということで、オンラインストアの中では今まで取り扱っている中では一番グアナコの含有量が多い、今回紹介する生地です。グアナコをこれだけ贅沢に使っている製品っていうのは本当に少ないので、これはグアナコをずっと着用している僕が自信を持って言えるのは、本当に素晴らしい生地だし、手に入れたいと思ったらすぐに手に入れた方がいいと、それぐらいのファブリックがこのグアナコカシミヤなんですね。こちらのですね真っ黒なコート、これはですね何の変哲もないカシミヤのコートに見えますが、ファブリックが 70%、30% のグアナコっていう、私どもで今ご提供できるグアナコカシミヤで最高の根率、今までマスタープランのオンラインストア上で取り扱ったことのある最高峰の根率がこの 30% グアナコ、 70% カシミヤっていうこの混紡ファブリックなんですね。以前ですね、本当に昔に 100% グアナコのジャケットというのをですね一部ショールーム限定でオーダーで取り扱ったことあって、もうそれ一瞬でなくなったんですけれども、グアナコは取り扱うたびにすごくお客様に評判が良くて、何よりも手触りとこのぬめり感と着心地、本当にふわっとしてるし体にふにゃっと沿ってくれるし、やっぱりこのカシミヤよりもさらに心地がいいというふうに感じさせてくれる素材が、僕はこのグアナコ紺のグアナコカシミヤっていう素材なんですよ。なのでその繊維が持ってる素材が持ってる価値とかっていう意味で言うと、もうカシミヤよりもさらに価値があるというような素材で、今はあまり取り扱っているところも減ってしまったというですね、かなり幻の素材だと、市場でも珍しい幻の素材だと感じていただいていいんじゃないかなという、そういう素材がこのグアナコカシミヤの 70%、30% のコートです。これはですねそろそろもう今シーズンぐらいで生地なくなるんじゃないかなと思ってる生地です。次は見つけられません。正直現行で流通しているコートのお値段を昨今聞きますけれども、もしかしたらこちらの方が少し高いかもしれないですけれども、それだけの価値はある素晴らしいコートなので、是非ですね、ご興味ある方はお早めに手をつけていただくのがいいんじゃないかなと。もう最後おとなしくなってしまいますけれども、本当に素晴らしいファブリックです。ツヤ、ぬめり、着心地、これは今取り扱っているものの中でも本当のトップにあるファブリックだと思いますので、ぜひですね、他のものが悪いというんではなくて、こいつが飛び抜けすぎてるっていう、そういうことなので、ぜひですね、ご興味ある方はこの黒のチェスターコート手に入れられてはいかがでしょうかと。コーディネート自体も非常に幅広く、カジュアルからドレスまで、私は中にローゲージのニットを着たり、スウェットパーカー着たりとか、いろんな形でやってますんで、フィッティングがいわゆるタイトフィッティングではないので、スニーカー合わせるようなコーディネートでも決しておかしくないと思いますし、それは革靴を履くコーディネートでもスーツを着るコーディネートでもおかしくないと思いますので、ぜひですね、コーディネートの広いこういうコートに挑戦してはいかがかと、そういうふうに思う次第でございました。これだけ、熱く語ったには、僕は洋服っていうのは一つは素材というのが占める部分が圧倒的に大きいというふうに思ってます。仕立ても非常に大切です。いろいろなバランスが組み合わさっていいのが洋服だと思いますけれども、今手に入る最高の素材をご用意しているつもりですので、ぜひですね、これは触れていただきたいと思って、延々記事の話でわけのわからんこと言うおっさんやなと思われるかもしれないけれども話したという、そういう究極のヴィンテージグアナコカシミヤ、こちらのお話でした。皆さんご視聴ありがとうございました。